愛です。あかりだよ。 AI コスプレイヤーを生成したい。どうやって生成できるの？愛知、教えてちょうだい。 AI コスプレイヤーを生成したい場合は、シリコン AI などからリアル風が生成できるモデルとアニメキャラが生成できるローラモデルをダウンロードして組み合わせることで生成することができます。この動画では Google コラボでステーブルディフュージョンを使ってアニメキャラであるレムとウマ娘のコスプレをした AI コスプレイヤーの作り方について解説します。まず最初にリアル風の生成に向いているチルドリミックスと呼ばれるモデルのダウンロード URL をコピーしましょう。概要欄にチルドリミックスの URL を貼っているのでアクセスしてみてください。アクセスしたらファイル&バージョンをクリックしてください。チルドリミックス v2.safe tensors の右側にあるダウンロードアイコンにマウスカーソルを合わせてから右クリックしてください。 Google Chrome の場合ですが、リンクのアドレスをコピーをクリックしてダウンロード URL をコピーしてください。コピーした URL は後で Google コラボ内のコードで使用するので、メモ帳などに一旦ペーストしておいてください。次はシリット AI にあるレムのモデルを配布している URL にアクセスしてください。 URL は概要欄に貼っています。右側にあるダウンロードボタンにマウスカーソルを合わせてから右クリックしてください。 Google Chrome の場合はリンクのアドレスをコピーをクリックしてください。コピーしたらメモ帳などにペーストしておいてください。次はシリット AI にあるウマ娘のモデルを配布している URL にアクセスしてください。アクセスしたらレムのダウンロード URL をコピーしたように、先ほどと全く同じ手順でダウンロード URL をコピーしてください。こちらもメモ帳にペーストしておいてください。次は Google コラボにアクセスしてからチルドリミックス、レム、ウマ娘の3つのモデルを使用するコードを記載していきます。左上にあるファイルをクリックしてからノートブックを新規作成を押してください。編集をクリックしてからノートブックの設定を押してください。ハードウェアアクセラレータにある GPU を選択してから保存を押してください。最初にチルドリミックスを使用するためのコードを作成します。先ほどのチルドリミックスのダウンロード URL を赤字の部分にペーストしてください。ペースト後はこちらのようになっていると OK です。こちらの赤字になっている部分はモデルのファイル名になっているのですが、自由に名前を変更しても構いません。この例では分かりやすいようにモデル名であるチルドリミックスと記載しています。次はローラモデルのファイルを入れるためにフォルダを作成するコードを記載する必要があります。そのコードをあらかじめ記載しておかないとローラモデルのファイルが入れれないため、そのままコードが飛ばされてローラモデルを使用することができません。ローラモデルを入れるためのフォルダ作成のコードはこちらになります。赤字部分にあるローラはフォルダを作成する名前になっています。コード内に記載するようにしましょう。次はレムを使用するためのコードを記載します。先ほどの例で示したチルドリミックスと同じようにレムのダウンロード URL も赤字部分にペーストしてください。ウマ娘も同様にペーストするようにしてください。作成したモデルコードを記載すると上から順番にこちらの画像のようになります。1、チルドリミックスのコード。2、ローラモデルファイルを入れるためのローラフォルダの作成。3、レムのコード。4、ウマ娘のコード。記載したら左上にある実行ボタンを押してください。コードがわからないからコピペでできるように全部教えてほしいよ。コードがわからない人は概要欄に貼っているブログ URL 内でチルドリミックス、レム、ウマ娘とステーブルディフュージョン Web UI を起動するまでの全てのコードを記載しているのでコピペして参考にしてください。実行ボタンを押してから数十分後、コードの一番下付近にグラジオ .live と書かれた URL が表示されるので、クリックしてからステーブルディフュージョン Web UI を起動してください。ステーブルディフュージョン Web UI を起動したらレムを生成するためのプロンプトとネガティブプロンプトを記載していきます。シリット AI にあるレムモデルの説明欄ではレムを作成するための髪飾りや服装などに関するプロンプト内容が記載されているので参照しましょう。または参考にしたい画像の右下にあるインフォメーションをクリックしてからプロンプト内容を参考にして生成するといいでしょう。シリット AI からプロンプト内容を参考にして記載したら
次は下部にある設定項目を入力します。サンプリングステップスはリアル風ですと40以上に設定すると良い結果になりやすい傾向にあるので40に設定しています。ハイレゾリューションドットフィックス項目の右側にある逆三角形部分をクリックして高解像になるように設定しましょう。設定が完了したら右上にあるジェネレートボタンを押して画像生成してください。こちらは生成した結果になります。可愛いレムのコスプレをした AI コスプレイヤーの画像生成ができたね。次はウマ娘の代表的なキャラクターであるスペシャルウィークを生成してみます。プロンプト内容は先ほどと同様にシリット AI にある参考画像から髪や服装に関するプロンプト内容を参照するようにしましょう。プロンプト内にはスペシャルウィークの呪文を入れるとより生成されやすいのでおすすめです。こちらは画像生成した結果になります。スペシャルウィークのコスプレをした AI コスプレイヤーをうまく生成することができているね。プロンプト内にスマイルの呪文がないとやる気のなさそうなスペシャルウィークが生成されたりする場合があります。走る気はあるのかい。スマイルの呪文を入れると可愛くなります。可愛い。まとめです。リアル風のモデルとアニメキャラが生成できるローラモデルを組み合わせると AI コスプレイヤーを生成することができます。 AI コスプレイヤーを生成する場合はモデルを配布している URL から髪飾りや服装などのプロンプト内容を参照するようにしましょう。動画内容を参考にして他の AI コスプレイヤーも生成してみてください。以上で AI コスプレイヤーの作り方について解説しました。アイジェネでは生成 AI に関した情報発信をしています。動画の内容が良ければチャンネル登録よろしくお願いします。 AI グラビア、AI イラストでお金を稼ぎたい人は概要欄に貼ってある URL で解説していますので興味がある方はぜひ読んでみてください。ご視聴ありがとうございました。